いよいよ目前に迫る衆議院議員選挙2017年10月以来4年ぶりの選挙を前に日本には課題が山積み皆さんの一票の行方が日本を左右します今夜は徹底的に語り尽くしますひまり衆院選ライブ <music> こんばんは餅月ひまりです 餅月ひまり衆院選ライブ始まりました今回はゲストとして大田区議会議員小木野美成さんにお越しいただいておりますこんばんは小木野美成です約半年ぶりのご出演ですが前回がドスケベ条例だったので正直2度目は許されないかと思っていましたいよいよ第49回衆議院議員総選挙の投票日が迫ってまいりましたが今回の選挙いかがでしょうか そうですねやっぱりコロナ対策そしてコロナからの復帰どう景気を対策していくかということで新たに誕生した岸田内閣を国民がどう評価するかそうした試金石になるかと思いますなるほどやっぱり私も区議会議員なのでコロナで閉店してしまったお店ですとか、まあ、あの空になってしまったビルですとか、まあ、多く見てますからもう一回活気が戻せるようにですね多くの政策が実施されるといいなというふうには思っておりますね。 あとそうだな争点になりそうなところですとそうですね自由性行為許可証ですね2010年に絶対遵守強制子作り許可証として提唱された節節新報及び自由性行為許可証が今回の選挙の争点となっているわけですが争点となってるんでしょうか小木野先生国政のことにもちゃんと目を向けてくださいよ ちなみに餅月さんは国政には関心があるんですかヘホゲ雑誌でインタビュー読んだことありますよ枝野幸男とかいう人が答えてましたうーんとその方は立憲民主党の代表の方ですよねそうなんだちなみに私ツイッターでフォローしてもらってますかわいいなーまあでもひまりさんの場合はもしかしたらふみオの方が先にフォローしてくれるかもしれませんねふみオ、幸男どっちでもフォロー待ってるぜ とはいえ、まだ投票日の前ですからね。あなたの一票が未来を変えます今夜は来たる衆議院議員選挙強制小作り許可証法案可決なるか徹底議論ミノルお前が衆院選前にコラボしたいって言ったんだろうということでね、まずは法案をご覧ください。こちら、せっせせ新法の文面になっております。せっせせ新法。 1>, 1つ成人男性の自由行為を禁ずる1つ性行為に伴う否認手段の一切を禁ずる1つ成人女性は成人男性に性行為を要求された場合いついかなる時もこれに応じねばならない1つ妊婦への性行為を禁止する1つ ななどののの子作りに関係のない行為の一切を禁止する1つ成人男性の求めに応じない成人女性は政府指定の少子化対策特別施設へ身柄を装置する1つ一定の期間性行為に及ばなかった成人男性は政府指定の少子化対策特別施設へ身柄を装置する1つ妊娠していない女性同士の性行為を禁止する随分とゴージャスな組織で書かれてチョコレートのパッケージみたいなね。うん <laughs> <laughs> しかしまあ結構お堅いというかいかめしいというかな書き方なんですね一つなんとか一つなんとかなんて条文の書き方あんましないですからねああ、そうなんですねそんな人のために抜粋版も実はありまして 自由性行為許可証。この許可証を所持する男子は、解任可能なあらゆる女子と接接する権利が保障される。すなわち、やりたい女子に向かって許可証を提示し、接し接させろと命ずるだけで全て OK。権利は国家によって保障される。拒む権利も、相手を選ぶ権利も女子にはない。男のために速やかに股を開くのが女の義務なのだ。女性の人権を無視するこの許可証システムは、少子化危機に陥る世界が選択した苦肉の策だ。 そう今世界は男子出生率の極端な低下により人類の滅亡が危ぶまれるほど未曽有の危機に陥っているということでこれが国から出てきたなら相当官僚がやったんだろうなと思いますねちなみに男子の出生率の極端な低下ってどれくらいなんですかね出生,率出生率ってどうやって計算するんでしたっけ そうですね出生率は一定の人口例えば1,000人にとかに対して何人生まれたかっていうような出生の数ですね。であの15歳から49歳までの年齢別の出生率を合計したものを合計特殊出生率と言います一一人人ののの女性が一生の間に何人の子供をを産むかを表しています。2020年は日本の国だと1.34人ですね。 1.34。1> 1. はい。そういうことはですよ。えーっとひまりは計算が苦手なんですけれども、この世界の男女比率が1対1万721なんですよ。1万721。そうです。ちなみに今の大田区の人口って何人でしたっけ？73万人ぐらいですね。外国人が今2万3000人ぐらいいます。去年と比べると同じ73万人ですけども、ちょっと減ってますかね。 なるほどじゃあ大田区にいる男は全部で70人いないというそれくらいの危機感を持ってお話をお聞きいただければと思います。まあちょっと判断が遅いというかなんでででそこまでほっといたんでしょうねあの今のですね例えば国がやっている少子化対策といいますとどちらかというと子育ての支援ということになってまして保育園だとかその学校を作るとか。 補助金を出すとか、まあ、ちょっと前子ども手当っていうのも話題になりましたけれどもなかなかその子作り対策っていうのがないんですよねこれ結婚した夫婦が産む子供の数って実はそんなに変わってないんですよ<う>40年50年でそんなに減ってないのでやっぱりまずカップルを作るってことが大事かなっていうのは思ってますね 性婚率が低いってことななでですすかそうですねあーなるほどフランスとかですとまあ婚外子とか移民やっぱり移民の方たちがいっぱい子供を作ってくれてるっていうのとあんまりその余計な口を出さないっていう文化もあってですね、まああのー、やっぱり若い人たちがせっせしててもですねあまり横柄なこと言わないみんなこう寛容であるってこともやっぱり子供を増やしていくってことにはかなりいい影響を与えてるんだなっていうのは思いますね。あじゃあそれに比べて日本はちょっとせっせっせっしたら「おやってるやんけ」じ。 みたいな。ね、ちょっとなんかこう、あ、みんなが見てる、あー、どうしよう、あー、みたいな感じになるってことですか。そうですね。やっぱり昨日お前ら、あの、あの後とかって、やっぱすぐ聞いてきたりする人いますからね。ああ、無粋ですね。良くないですね。 まあ、今回のこの作品に当ててみますとこれ、ね、前振りというものがありまして<う>この作品の過去子作り許可証誕生の秘密を描いたエピソードゼロ的な作品に絶対遵守ニュー子作りワールドって作品がありましてこの主人公国会議員なんですよこの時はまだ男女比が1対8,585 85なんですが主人公が子作り許可証を作ってなんとか少子化を食い止めようとするねわけです。 一体8585の時点でもう結構厳しくないですかねあーまあ最低でも一歩8585再生ですからねまあ官僚とかそういう物事を決める人も女性ばっかりになっていると思うんですけども女性の方がさっきみたいな文章速やかに股を開くのが女の義務なのだまあそれ書いたと考えるとなかなか腹をくくったと言いますか、まあ、男にもなかなかこれ厳しい法律ですよね しかし世は大少子化時代日本も大少子化時代この難局を乗り切るにはこの抜本的解決につながる節節新法は衆議院選挙の争点としてふさわしいと言えるでしょう,うそうでしょうか一対8585 85になった時点でも厳しいというか諦めない みのるの手で逃走やせせせしんぽおぎのみのるの手で配ろうや強制小作り許りしようというてことでねどうやったら法律ができるのか選挙で一票を投じたら何が変わって国会議員と国議会議員何が違うのか教えてくださいまあ、あのー、そもそも法律とは何なのかといいますと憲法と まあ,法律まあ、あとは条例とかがあるんですがこの国に住んでる皆さんの自由ととかか財産とかそういったものでです、ね、制限するルールですねね制限るルルー憲法っていうのは国民はこれやっていいよこれやっちゃダメだよっていうこととかをもう大まかにですね明確にしたりとかあとはそういう政府っていうのがこれは国民が自由にしていいもんだから勝手にねお上が決めちゃダメだよ っていうようなことをですね縛るっていうことも多いです。例えばあのまあ人は殺してはいけませんとかなんか物は取ってはいけませんとかまたそういったこととかがルールとして決めてますね。自分たちの権利を守るために。 制限すするるというかそうかそででねなるほどで条例っていうのはもっと国ではなくて、まあ、東京都とかそういう都道府県とかですね、まあ、大田区とかって区市町村が決めるルールですねで法律より下で例えばこういう法律があるからそれを実際の現場でこうあれこれするために条例を作りますっていうケースもあってですねマイナンバーってマイナンバーに何を使いますよっていうのを一個一個全部条例で決めなきゃいけないんですよ。 ああマイナンバーをこれに使っていいこれに使っていいっていうことをですね例えば決めるのが条例だったりとかしますね。えっ荻野はさ、はい、なんかそういうの関わったことあんの議員になる前は東京都の青少年健全育成条,条例っていうですね話、まあ、非実在青少年って言ってたんですけどもなんかこう漫画とかアニメのキャラクターでまあせっせしたりだとかちょっとこうエッチな内容とかを禁止しようっていうのはですね まあ条例の問題っていうのがあったりとかして、あそこに関わったりとかしましたね。ええ、禁止したんですか。いやいや、もう最初はものすごい厳しいものにしようとしたのを、をだいぶ最初に禁止しようとしたものよりは緩く。した上で通ったってことがありましたね。なるほどな。あとはあのこれ議員になってからですと、まあ大田区の蒲田はコスプレ発祥の地だっていうことでですね。それを議会で質問して、区長から蒲田はコスプレ発祥の地ですというですね。現地をいただいたことはありますね。 今回のね、その作品に当てはめますと節々 <laughs> 進歩を作る時に議会でバチバチに議論するシーンみたいなのとかあんまりないんですよ。<ー>むしろ、この学園で試してみようって主人公の国会議員がこう試作してみるわけですね、うんうん、で、よし女がはらんだ議会にこの結果を持ってくぞうん、可決 みたいな流れがね、うん、あったりとかしてせっ進歩はできたんですけどこういったこう一回なんか施策としてやってみておってあるんですかそうですねどちらかというとやることそのものに法律を作る必要があるので最初にその学園なら学園の中だけでやるっていう特区っていうところで法律を作ってそれが成功したから日本全国でやる っていうもうもっと大きく広げた法律にするっていうことはあるかもしれないですね。ちなみにこれはあの担当省庁っていうとどこになるんでしょうかね。少子高齢化対策省ってことになってますね。実際の業務に当たっているのは市の少子高齢対策課だそうです。少子高齢対策課ですか。あの、はい、まああの例えばですけども、今だとあの菅政権ではデジタル庁とか作られましたね。で、はい、政府今あの 与党の方が子ども庁というのを今作ろうというふうにですね動きがあるんですけどもあの少子高齢化対策というよりも内容的に子どもをたくさん増やそうなので高齢化あんまり関係ないんですが例えば現実にあるとしたら少子化対策庁とかですね少子化対策庁とかになるんでしょうかね確かにそうですね高齢化に対する進歩全然なんか入ってないですねで、省と庁 結構その組織としての大きさが違って例えば今防防衛衛省っって昔は防衛長だったんですよね<ー>法律で決まっててその大臣が必ず置かれるのが省で庁は例えば〇〇省。 そうですね例えば文部科学省と教育長とか亀の親子みたいにですね特定のこの専門的なことをやるための外部の別部署別会社みたいな形で作るのがの方ですね作中ではこの間のお姉さんが許可書を家に届けてくれまして、うん、使い方を教えてくれて「せセせせ」ということでゲームが始まんでねそう言われてみると確かにそんな描写あったなーってね覚えてました。使い方 免許不携帯は罰則のような感じですか？あーあーはいはいそこね。 なるほどなるほど当然ですけど女に向けてカードを見せながら「子作り許可証8度とだけ言っても女が無視するかもしれないわけですよ。ということでこのカード中に IC チップやマイクロ波発信機センサーが内蔵されてて使用記録を少子化対策省のサーバーに送るようになってるんですね。一度送信されたら何が何でも10分以内に接生を始めないといけません。 すごい科学力ですね。多分ソニーとかが作ってます。作ってないと思いますよ。で、担当省庁って問題なんでしょうか。そうですね。担当省庁というのはですね、あの、その仕事をする役所の部署、まあ役所って感じなんですけれども、どこかっていうところで方向性とかが結構変わってきちゃうんですよ。例えば、あのー、青少年育成とかってよく言うじゃないですか、健全育成。 言っても、はい、警察がね、担当になると、取り締まる方になっちゃうんですよね。逆に、これが厚生労働省とか、文科省になると、ちょっと経路が変わって。まあ、本当に、こど、ね、青少年の、健全な発達をとかですね。学校教育でどうしていくか、みたいな話になっていくわけですね。ああ、なるほど、やり方が違うんですね。そうですね。基本的には、あの、あとはですね、まあ、議会っていう政府は議決。って決めるところなんですよね。実務と言いますか、実際に、今、その少子高齢化の。 お姉さんが来てせっせっていう話もありましたけども実務をやるのは本当に役所の方なんですね現場でああそうなんだ議会、うん、は決めるだけなんですねまあ決めるだけってわけじゃないんですが、まあ、全体の大きい方向性例えば全体として少子化対策のためにせっ新法でみんな若い人せっするようにしようって決めるのは逆に議会とかなんですけども細かいことを決めていくのは役所の方って感じですねなるほど、うん、省庁の仕事って実は法律に書いてあるんですよ おそらく、その摂政新法もやった場合は、少子化、こう、少子化、こう、対策。省とか、設置上、はい、設置法とかって作って、少子化対策省はこういうことやりますって書いていくんですよ。ええ、摂氏、男にひたすら摂氏させる。 そうなんですよ例えばですねそのよく増税ばっかりやろうとしてるとかって言われて財務省が悪い人たちだ財務省悪玉論みたいなのが、まあ、結構あるんですけども財務省もですね財務省設置法というですね財務省を作るための法律があってですね、まあ、財政の確保とか安定が彼らの仕事だから彼らはあの自分の仕事をしてるんですね。 なるほど人によく思われたいっていう思いはグッと抑えてとにかく国を良くするために物事を考えて時にはチェックをし時にはこうはらませようとするそういうういいこことととが大事ということですね,そうですね役所の皆さんのことだけじゃなくて政治家ってすごく責任があってやっぱり政治家役所がおかしいことをしようとしてるとかそれはちょっと違うんじゃないかといったら道筋を示すのも政治家の役割ですし。 法律とかっていろいろもうめんどくさいんですけどもなんかこう不足とかなんかこう設置とかなんか施工条例とかいろいろこう細かくその書いてあってですねガーッとそういうところも読み込んでいやここのこの文章だと違う効果になっちゃうじゃないかとかですね例えば今のせっ新法でも,あでもこの文言があったら法律にこれがこの言葉書いてあったらこれ節制しなくてもいいじゃないかとかって言って その文言を削除しろとかですねそういうことは割と政治家がやったりしますねあ,あ,あーなるほどなーいや暇では何となく強制小作り許可証をもらってましたが法案の可決から関係省庁との調整まで行ってもらった果てにようやく手に入ったのが小作り許可証とということなんですね議員の先生方の働きには感謝です本当に。 まあ私でではないですけどねしかしですね荻野の銀強制子作り許可証はいいいことばかりじゃないんでですよまあでしょうね例えばですね男子がねカードを持ってて女の子とお話をしてるわけじゃないですか。その時に「あーこれを持ってさやらせろ」っていうだけで簡単にエッチができちゃうなんてね。やらせろ」っていう単語に許可証が反応してしまってピー B, 性行為を認証しました。10分以内に性行為を行ってください。ああ、今のなしなし。いや、違うんだってーいや、でも、なんとかくん、10分以内にせっせせしないと、私たち、強制子作り施設に送られちゃうよー っていうようなね、コードギアスであったような場面がね、あり得てしまうというね、暴発がね、起きてしまうんですけれどもね、これ結構ね、起きうることなんかなんじゃないかなってひまりは思うんですけれどもね、あったらそれはそれで偉いことだと思うんですよ、うんで。他にもね、ちょっと脆弱性がありまして、例えば、一人のね、ヒロインと結ばれて、で、結婚しました。そして、彼女がめでたく妊娠。でも、その間、どうしても男子、ムラムラ。 うーん、でも妊娠中の女子への性行為は禁止なんだよなうわあ。どうしようっていう時にあるこの条文なんですけど無駄打ちを避けるために他の女性を種付けて回らなければならないというね規則がありましてまあもちろんあの最初のね1つ目に載ってるだけあって法律で禁じられているので「G」。 でできないんですね、まあ、一応その子作り目的で発射する以外の発射方法実はあるにはあるんですけれども絶対国に貢献しなければお前がいろんなところで発射する自由は与えないぞという個人のね権利をもしかしたらちょっと無視しているんじゃないかみたいな。 そういったような描写が見受けられているんですけれどもこれらの問題点どう思いますかミノル前義のですね禁止なんかはちょっと昔のキリスト教みたいだなというふうに思いますねでもあの出産を促すこと自体はやっぱり何らかの、まあ、制限と事実義でありますからね男女比がそんなに極端に偏っていると,、えー、といくらでしたっけ一対一万七百二十一ですあのゴール合わせでうんなるほど まああの男女比が1対1万72110721みたいになっちゃったらですねまあ実際あの今でも出産支援とか子育て支援もありますけれども、まあ、あなかなかですね保育園ですとか幼稚園ですとか、まあ、子育て施設っていうのは教育施設もそうですけどもなかなかやっぱりこう民間でがっつりお金を稼いでいくっていうところはなかなか難しくて。 やっぱり業の公行政が応援しないと、まあ、成り立たないっていうところがあって税金を皆さん投入してるんですけどもちょっと前にはねなんか独身税みたいな<ー>独身の人は余計になんか税金払いなさいみたいなお話もありましたけども、ね、今はですねもうあの結婚する人たち子供を産み育てる人たちが減っちゃって一生独身の人がすすごく増えてるんですよねそうですよね、うん、だそういった中で他人の子供のために私たちの税金が使われるのかとかあとはそのね保育園とかは必要だけど学校は必要だけどうちの隣に に来るとちょっとうるさいみたいな、やめてくれみたいなお話もあってですね。<ー>やっぱり反発もあったりとかして、なかなかね、必要だから、こう。じゃあ、自分ちの隣に来てもオッケーなのかっていうと、やっぱりそう。なかなか簡単にはいかないっていう難しさがありますね。こう、みんながこう平等な、こう理想を築き上げていくのは、ちょっと難しくてっていう問題があるってことです、ね。とそうですね。だ、少子化で。 子供ができないと、まあね、20年後30年後大変だよっていうと、まあ、みんなそうだなっていうふうにうなずくんですけどもじゃあその20年後30年後のために今の現役の人たちが苦しんでいいのか今の人たちの税金とかそういう負担を増やしてしまっていいのかっていうとみんなすんなり OK というわけにはなかなかいかないっていうところもありますね。そううでしょうねとはいえとはいえですよ 小木野議員が区議会議員を務める大田区も人口の減少が進んでいるわけじゃないですかいつかは強制子作り許可証の発行して大田区にならないといけないんじゃないんですかまあ,あの少子化対策はね強制子作り許可証だけの問題ではないと思いますけれどもねその発行で一択だけで解決するわけではないと思いますけれども子供を作る子作り環境っていうのがすごく必要だと思いますね まああのとはいえ何でもいいわけではないんですが、例えばあの婚活パーティーを皆さんで応援しようって言って、5分とか10分ぐらいでこうローテーションする中で、なんかねそこでこう紡いというかパートナーを見つけられる人だったら、まあ別にそのパーティーなくても見つけられるんじゃないかって思うんですよね。あ,あの回転寿司みたいなやつ。そう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 です。<ー>なんかこう時間になりましたチリンチリンみたいな。なるほど、男がネタとして回されるやつですね。そうですね。うん まあ今なんかうまいこと言ったかなって思うんですけども、まあ,あの何ていうか、そこで異性に声かけられたり、相手を見つけられる人だったら、やっぱそもそも必要なくて、そういうことできない人ですね。やっぱ陰キャの人とかそういう人たちに向けた。何か支援っていうのがないと、結局カップルって増えないと思うんですよね。その教育の格差とかもよく言われるんですけどもまあ、今やっぱり。じゃあ大学に行かなきゃで、そのためには塾に行って習い事して勉強してってなると子育てにものすごいお金がかかっちゃって近い。将来、本当にお金があって余裕。のある 子育てとかって余裕のある人の子をやる贅沢みたいな<ー>そういうふうになっちゃうんじゃないかなってちょっと思いまし そこまででくとですね、まあ、地方の議員とかっていうよりもまず国会の方でね憲法改正もそうだし法律を作るってこともそうだし大きな枠組みでまず決めてもらって実務の細かいことは区市町村とかですね、まあ、やっぱり決めていくっていうところがあるのでやっぱり上で国会の方でも、まあ、今回ね今衆議院選挙の話題でやってますけども頑張ってほしいなって思いますね。なるほど強制小作り許可証推進派の荻野議員としても国政で志を同じくできそうな議員が活躍してくれないと動きにくい ういお話です、ね、まああの推進派ではないですけどねまずは1票を投じていただくって、まあ、今衆議院選挙やってて明日日が投票日になりますけれ私もねやっぱ応援してる国,国会議員の候補者の方っていますけれども、まああのまあ、ここでは特にそのあんま名前挙げちゃうとあれなんでやっぱりこう主義主張とかね考え方が近い人を応援はしてあの強制子作りのその人が強制小作りのことを応援してるってわけじゃないんですけど、ね「いやおぎの言ってることはおかしいよ」 そんなね、強制行作りとか何言ってんだっていうのでも全然いいんですけどもああてか別に私それをあの推進してるわけじゃないんですが本当自分の思っていることとか考えていることに近い人がいたら、まあ、その人を応援するその人にまずはそうやってこう政治に興味を持っていただいてみんなでより良くしていきたいと思いを持ってほしいということですね、うん、そうですね。なるほどはい、ということでそろそろお時間なんですけれどもいかがでしたか荻野先生。 まあ、あの今日の放送を見てです、ね、投票に行こうと思う人がどれだけいるのかわからないですけども、やっぱりあの政治に無関心でいられても、無関係ではいられない、誰も政治からは逃れられないとも言いますから、テーマはどんなテーマでもいいんですよ、その本当に福祉とか消費税とかでもいいですし、共生小作りでもいいんですけども、ちゃんと関心を持ってね、なんか、政治に向き合ってほしいなといううに思いますね確かに、強制小作り許可証を作るのは未来のあなたかもしれませんからね。うん そうですね冒頭でもお話ありましたけれどもやっぱりあの二人がねそれぞれの大きい党の代表としてやっぱ頑張っているのでそのどっちかっていうような単純な決め方でもいいですけどね文雄か幸雄かそうですねあんまりそういうふうに呼ぶ人いないと思いますけどでも荻野は文美と仲いいんだっけ なるほどな今回の動画で少しでも強制子作り許可証にユキオが興味を持って「大きな頑張ってるなその相方のひまりもフォローしてやろう」みたいな感じでねあったらなんか日本っていいなってみんな思っていただけるんじゃないかなって思いますねそうですねなかなかそんな国ないかなというふうに思いますねそうですよねやっぱオリジナル性って大事ですからそうですねはい ちなみにひまりはどこかにヘホゲトックみたいなヘホゲメーカーがめちゃくちゃ支援を受けられる町を作ってほしいんですけどそういうの作るのって可能なんですかねそうですねトックでこれをやるっていうのももちろんありですしトックまで行かなくてもなんとかしとかなんとかくがヘホゲを応援しようとかそういったことを打ち出して例えばその学生のそういう学校に行く子を応援しようとかそこをそういう業界の人はなんか例えばこう家賃の補助をするとか。 そういう形で応援することもできるかなって思いますね。なるほどじゃあ企業だけじゃなくてそれを志している学生にも助成金を支援したりとかそ,かそういうことができる可能性があるということですか あとはあのー、保育員が足りない足りないっていうふうに一時期騒動になりましたからその時は保育士の方にそういう補助を出そうっていっぱい来てくれとかですねなるほどそういうことやっりありましたからそうですねやっぱりヘホゲメーカー減ってるんでおっぺいをね書くモチベーションが低下しちゃったりとかしておっぺい難民が増えてきちゃったりとか<ー>そういった問題がこれから出てくると思うんですよね。やっぱそういうい時にに一房書くごとに 1>, 1万円助成金とかそういった形でこの業界応援できたらなって思うんですけれどもそういったこともやっぱりこう。 提案すすることは可能なんです、ね、そうですねまあちょっと「房」っていう単位なのか初めて知ったんですけどもああそうですかはいまあでも確かにそういうこともまあ可能かなっていうふうには思いますね日本の特徴ってペホげとかもそうですけどもそういう部分に対して寛容でそういうところの表現がすごく発達してるというか幅が広いっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。そうですねやっっぱり守っていいいきたた失われたくない文化だと ね、ぜひオッペい助成金頼みますね。ということで今回は投票の重要性と衆議院議員選挙の争点節せ進歩の見え方が変わりましたね。絶対重強制しょうまああの強制子くり許可証はなかなか発行されないと思いますが、まあ、衆議院選挙の結果はですねやはり間違いなく皆さんの生活に関わってくるかなというふうに思いますのでぜひとも投票に行っていただきたいと思います。 いうふうに思いますねそうですねそれでは餅月ひまり衆院選ライブ来る衆議院議員選挙強制子作り許可書法案可決なるか徹底議論はここまでですあなたの一票が未来を変えますお前らの投票待ってるぜということで今回は荻野議員をお呼びいたしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんさようならさようなら